刚说了去洗完头，然后放这个嗜血代码呀，刚才和大家说了呀。面白いものでも見つかるといいな。不是，那个，因为那个牙龈肿了，一开空调一着凉，它就要复发，所以只能先热着，只能先热着。また一緒に仕事ができて嬉しいわ。よろしくね、彼。こちらこそ。あとでルイにも顔を見せてあげて、きっと喜ぶわ。あの小さかった弟くんがもう大学生か。道理でお互い年を取るわけね。婚姻屋のごとしね。時の流れは残酷だわ。まったくね。死骸が宿り、あらゆる細胞を活性化させるボア寄生体。正直空想の産物だと思っていたけど、狂狂化の原因が解明すれば臨床試験を始められるって。治療に転用できるようになれば医学にも革命が起きる。私たちの手で実現しよう。試験管の中でゆっくり眠ってるわ。それより見ていて、外一体何が起こったっていうの。这可以联机吗？这联机不知道是什么样的。気が狂ってるわ。ボア寄生体を利用して人の死骸から化け物と戦う戦士を作るだなんて。謎の生命体による被害は今も広がり続けてる。このままじゃいずれ考える時間すら与えてはくれないよね。ごめんなさい。说的是啥呀？说的就是吸血鬼细胞在人类的尸体上变异的事情了。把三个回忆完成才能是 完美好的解决，不然就是 bad ending。修复血银，谢谢该人徐老板送的一个火锅，感谢该人徐老板。依稀思血银。人の血に対する異常な渇望、あの症状さえ改善すればレブナントは飛躍的な進化を遂げ、两人开始着手研究如何改变協力可血基因。それが希望につながるのなら。这个计划称为 Queen 计划。さっさと準備に取り掛かろう。クイーン計画を進めて1週間。血に乾く傾向を見受けられる。期之内没有出现和可酒血液的倾向，还能保持自我。経過は順調だ。しかし、感谢分身表歌曲费的20个月戒指。聞こえると、投薬の副作用だよ。いちいち気にするな。お前は言われたことだけをしていればいい。是
这么多年直播下来身体素质有点不行了，之前打魔兽世界的时候眼睛就已经看不清楚了吧，现在搞了这个蓝光防护眼镜，抗疲劳防辐射，确实是有效的，戴着这个之后会感觉眼睛不容易疲劳，看这个屏幕的时候比较轻松一点，不然看屏幕时间长会比较刺眼。我这里是把我的电脑主屏幕颜色调得特别的淡了，然后我看采集出来的颜色和主屏幕色调是有些差异的，对，确实是有些差异的。我看一下啊，采集出来的颜色要亮很多，对，要亮很多。お待ち、どうか今一度、記憶の糸をお紡ぎくだ。没有牌子，上面没有牌子。信頼を受け継いでから、どれほど月日が流れた。那牌子都没了。因为淘宝上找一个销量高的看看评论怎么样。奥罗拉，哦，奥罗拉用自己作为了这个可血试验体的，完了，奥罗拉好像变身了，奥罗拉和卡莲好像在自己身上做了实验，这就是他们说的女王计划。激しい苦痛で意識を失うたびに私という形が少しずつ少しずつ崩れていくような気がした。もはや自分の名前すら思い出せない。それでもこの思いだけは。这确实是这样，吴彦祖刚戴上眼镜的时候别人也是这么评论的，和你刚才这句评论是一样的，小兄弟，一模一样。谢谢鬼畜土拨鼠续费的三个月坚持。お待ちどうか今一度記憶の。ダメだ、びくともしねえ。乖乖，这沟我的天，这马里亚纳大海沟啊。深不见底的大沟啊。感谢 PK 老板送了20-30个礼物。感谢 PK 老板送的50个礼盒。行くぞ。谢谢 PK 老板送的100个礼盒，感谢老板，老板大气。啊，这就是变异的那个奥罗拉。这是公的还是母的？是雄的还是雌的？哇塞，这是一只狼啊！ここはまだ終着点じゃないみたい。通らせてもらうぞ。几只手？六只手。強敵か。備えあればだな。
怪长得真别致。装備が十分じゃないのかもな。備えあれば。他两嘴直接一顿。無惨下肉体が滞留している。一顿输出。囚われているのか。物化的肉体还留在这里。我第二次就找到了关键所在，变身了，第二阶段了。那可能还有三阶段。血液。なんて大きさだ。待て。様子がおかしい。肉体の再生をコントロールしているのか。壊す。あの血液。楽しくなってきやがった。什么东西啊？我都没看明白他放的是什么。招数啊！然后博士突然死了，这游戏做的我这。どうする？早くしねえとまた再生するぞ。このままでは。壊れたブラッドコードを呼び合わせ、記憶の糸を紡ぐ。みんなを救って。
封印を分割して神蓋とし、継承者の体内に封印して分散保管することを決定した。封印在继承者体内。剧情来了，剧情。バカげてる。悪魔なら陽光炉にでも突き落とせばいいのよ。建议是把它直接焚烧毁灭。アウロラ・バレンティーノ、それはすでに試したのだ。からって。我们已经试过那个方法了，并不能成功。那放在太阳底下呢？再强大的吸血鬼也没有办法面对太阳。这个服装好奇怪。お前の適法律では一生棺の中で過ごすことになる。その覚悟はあるか？做好了，昨天绿色丛林已经没有什么其他的内容了。未練なんてない。挑战做装备也完成了。どんな苦痛にも耐えてやる。それで少しでもあの子の力になれるのよ。这套服装的裤子太失败了。刀流的方法试一下，就转过去打一刀就溜，转过去打一刀就溜，每次只砍一刀。ここ守り続ける。だから安心して、彼ずっとあなたのそばにいるから。等级越高，每天领的虎粮就越多吗？那是肯定的，那是必须，那必须的吗？必须的吗？まさか。吃药应该不好吹。こんな形で再会。你吃药的时候，他又跳过来给你一撸，把你撸死了。刚才那大狐狸应该就是奥罗拉了。谢谢大闸蟹联系我。アウロラなのか。感谢分寻表哥大老板送的很多个礼盒，谢谢老板，老板大气。答えは記憶の中にあったはずよ。クイーンの肉体、その一涂了一点那种像浆糊一样的膏药。人柱となって現在已经恢复了70%了。私はその中の一人。クイーンだと。何年も前に討伐されたはずだ。表向きはね、あなたたちも知っているでしょう。レブナントは死と再生を繰り返す、いわば不死者のような存在。でも心臓さえ破壊すれば肉体は消滅し、二度と再生することはできなくなる。クイーンもそうなるはずだった。毁坏女王的心脏。不死の中の不死。灰になっても、クイーンの再生は止まらなかった。女王化为灰烬也会重生。封印を。只能将它封印。不滅の体である心臓を切り刻み、他者の肉体に溶け込ませることによって。生態融进其他人的身体里就是封印了。そうしてクイーンの脅威は去り、束の間の平穏が訪れた。けれど、所詮は給与の一策。侵害を封印しても、クイーンの性の渇望まで沈めることはできなかった。継承者の肉体は少しずつ侵害に蝕まれ、激しい苦痛に苛まれるようになった。
ついにはあなたたちが見た通り、理性を失い欲望のままに暴れる獣に落ちていく。でも私の心を引き戻してくれたあなたの力、クイーンの血を受け継ぐあなたなら。何？え？あなたには侵害を鎮める強さがある。どうか苦しむ彼らを助けてあげて。主角继承了女王之血。この扉が継承者の眠る棺につながってる。まずは扉を探して。今のあなたなら開けられるはずよ。私はここでずっと守ってきた。他の継承者たちへと続く道と血類の源流を。やはり血類の源流はここに。扉の奥にね。そこでずっと血の涙を流している人がいる。彼女をお願いね、ルイ。彼女？それはどういう。哎呀，石化了，化为灰烬了。棺に眠る継承者たちがロストに落ちて、その封印が破られれば侵害は解き放たれ、クイーンが復活してしまう。その前に。这还有墨的这么厉害。谢谢毛三 MG 送的礼盒。归还记忆。これは。这个狼就是奥罗拉吗？もう一度、私に機会を与えてくれるのね。無事なのか？ええ。死骸も今は眠るように静まっているわ。私の失われた心を取り戻してくれたのはあなたね。すまなかった。謝らなければいけないのは私の方。あなたたちに全てを託すことになってしまって。ルイ、改めてお願い。扉の奥の人に会ってあげて。ごめんなさい、少し眠るわ。眠りに誘われたのは何年ぶりかしら。
西斯，擅长拟定战术远距离型。这长得也太怪了吧！这长得也太怪了。警戒を解くんじゃないぞ。やはりそういうことだったのか、姉さん。哇塞，这还有个不穿衣的，太秀了吧！どうなってんだよこれ。乖乖。まさかここにあるのは全部。終わってなかったんだ。クイーンは生きていて。そして俺たちは生かされていた。ここから流れ出る血の恵みでクイーンを封印するため人柱になった。姉さんの血の涙で成为了封印女王的祭品。今はそっとしておいてやろう。取り乱してすまない。もう大丈夫だ。これからどうする？継承者を探す。姉さんのこといいのか？今のところ暴走の兆候はないようだ。血類の枯渇は今なお続くクイーンの最悪の一端でしかない。それが分かった今、俺はこの最悪を断ち切る方法を探していきたい。それが俺の果たすべき義務なんだ。俺たちのなの。よくも那个卡莲斯姐姐了。仲間の誰かが歯を食いしばって前に進もうとしてる時は黙って支えてやる。そういうもんだろうが。いい、どんなことでも協力するって言ったはずでしょ。お前たち。お前の身に宿るその力、今はそれだけが頼りだ。よろしく頼む。好点了，病情已经稳定了。継承者を探そう。クイーンが復活する前に。退下去了。姉さん、もう少しだけ待っててくれ。这么多果实不摘一点吗？お前それ纯血。转不过去啊，这视角。转不过去啊，没得转。源流については継続的な調査が必要だが、まずは継承者を助け。せがないとな。待ってろ、今行く。
感谢西瓜无双续费的剑子。很倒，这不是那个什么杰克队长吗？啊，杰克战斗，这人不是把他一下子打下去了？この手で間違いなく消したはずだ。お前がどうしてここに？侵害を鎮める力、そういうことか。エヴァと同じ、いやそれ以上。こちら側につけ、血を継ぐ者よ。その器、放っておくにはあまりにも惜しい。気ぃつけろ、奴は相当使えるぞ。心臓を守ることだけを考えろ。俺たちが盾になる。いいだろう。ならば。あなたには聞きたいことが山ほどあるの。話してもらうわよ。知ってることは全部。乖乖，这游戏是什么回事？あなたに無茶をさせないためよ。エヴァ。限界か。仕方ない。ここは引くぞ。いずれまた迎えに行く。それまでに覚悟を決めておけ。やつはお前に関心があるみたいだ。注意しておけ。アウロラの言っていた扉を探そうぜ。门口啥也没看见呢，在哪儿呢？ちょっと小耳。お前は面白い。ぜひ俺のもお願いするよ。俺の力がどう生かされるのか見てみたいもんだ。赫米斯。新しい。外に。新しいライヒア。気をつけるんだよ。谢谢毛三 MG 续费的十个月剑士。哎呦！という女性をご存知ですか？私にとてもよく似た人がいた。いつの間にか姿を消し、何か意味があるのでは。彼女がこの血液に刻まれ、お願いでき。
継承者様。誰？私はレダナ。あなたを支え、あなたに寄り添う信頼の伴侶。そう。でもごめんなさい。中に入れるわけにはいかないの。問題はありません。こちらで、おそばにいます。それなら、私の話し相手になってもらえる。この女、ハンターなのか？どうしてこんなところに？レイダ、どこに行っていたの？ご安心。侵入者は排除しました。灰となれば復活することもありません。そんな、追い返すだけでも十分じゃない。何もそこまで。確実な排除が私の使命。継承者様、危険が及ぶ前に。六害の継承者として命じます。今すぐハンターをやめるのよ。いいえ、私は私のやるべきことをやるのです。レーダー、侵入者を排除してきました。継承者様、どうやら私はもう私ではいられなくなるのだった。今までありがとうと。レダレダ、心残りがあるとすればあなたを一人残していくこと。とてもかわいそうなあなた。言っている意味がわかりません。私はやるべきことをやっています。剧情怎么说啊？我也说不清楚啊。やるべきこと。剧情就乱编的呗。就说人变成了吸血鬼，然后还有各种不同的吸血鬼，心外の伴侶，然后有这种又白又大，又大又白，更白更大，更大更白，越白越大，越大越白的品种的吸血鬼就跑出来了，差不多就是这么个剧情。あの方は聖域の守護者。レダは間違いなくやるべきことを成し遂げました。そう、成し遂げたというのに何なのでしょうか。この気持ちはどこか虚しくも思えるのです。使命にのみ生き続けたレダのこと。私は知りたいです。话说这游戏谁又在乎剧情呢？私たちがなすべきことが本当に正しいことなのか。这游戏谁又在乎剧情呢？何をなすために生まれてきたのか。あなたと行動を共にすれば今回のようにその手がかりが見つかるかもしれません。这个胸甲的防御力很高啊。私のお願いはやるべきことではないのかもしれません。それでも私は私を同行させていただけませんか。本当ですか。ありがとうございます。よろしくお願いします。
也不能对话了吗？心があなたと他にも分かりましたおかえり お役に立てましたか这衣服真失败，这大裤衩不知道是怎么搞出来的，莫名其妙的大裤衩。没人家的挺嘛啊，感觉有点锤了。这多挺啊这个。ルイからそれな。今日はもし最近決そのあなた。ルイそれな使い物になるかどうかは。でも無駄にはならないから。そんな何でも揃ってるよ。再生要这么便宜啊？才一千块钱一个，这也太便宜了吧！気をつける。そうな。何でも揃ってるよ。気をつけるんだ。武器の。どの武器を強化したい？材料不足。无法讲话。どの吸血ガスを強化したい？这么多了
黑夜狼牙，沉默猎犬，黑羽军装，曙光枪刺。机动能力稍微不足，但是对各种属性有很高的抗性。重量非常的轻。变种，提升辅助型炼血效果。我操，他这衣服种类也太多了，真的太多了，看的人都傻掉了。ブラッド、ね、ブラッド、これは、おお、外に。是的，装备里面基本上也没啥大太大。あんた封印ま。确实如此。何でも揃ってるよ。気をつけるんだよ。造型是一样的，颜色有点区别，绝大部分是这样。狂吼闪电，龙宫雾装，明雪誓约，暴剑弩箭，这法师了，就一个纯法师了。环杖鹰陀螺，四重审判，暗影跃动。万能精油，恢复所有异常状态。万能精油，预先使用，避免出现异常状态。牛逼啊！再生者，错乱礼枪，狂吼冰冻。魔弹圆舞，嗜血太刀，这一个白一个黑差不多吧，哦，有点区别的，白黑有区别，黑色是进攻型的。瞬间使出一击高速攻击，没多少钱，全学了吧。其实系统弄得不是那么精致了，有点随意的。游戏看上去好像乱七八糟东西挺多的，但其实很多都是有点瞎弄的，就废招特别多。谁是黑暗探索者啊？真的废招特别多。陨病之旅，
学习条件是取得朱砂女王血银核心。哎呀哈，好，带妹子出去玩玩看吧。他拿的是个什么大斧子？お供します。乖乖，我的妈呀！我操！哇塞！可怕呀！牛逼呀！今参ります。我现在该去哪儿？他也没告诉我。这里是93%，还差7%啊，很是奇怪啊。大好吧，教堂有不能开的门可以开了。搜索调查白雪教堂，搜索通往继承者的门扉。哎呀，武器のどの武器を強化したい？どの吸血ガスを強化したい？感觉到加六可能差不多啊。为什么我弄了两件一模一样的衣服啊？我他妈是个智障吧？何か売ってく？我操！我服了。外に行くなら忘れ物に気をつけてね。卖出去5块钱。哇塞，我有神经病吗？那我应该去大教堂前方了。本来有几个不能进的门，现在可以进了。这么一换，这衣服没有特色了。では、参りましょう。乖乖，你看后面这个，这不是一个级别的。放下武器，姑娘，不用那么紧张。
我的妈呀！无敌巨钩啊！以前有个篮球手叫天钩贾巴克，我。这哪儿？走错了。お待ちください。圆塔篝火不用跑图。哎呦，我真不知道自己在哪了。不行啊，这小妹儿。小妹不行啊，不会来事儿啊。小妹不太行，很一般的。啊，这游戏不能跟黑魂比，它的卖点就是你看到的内容，就是它的卖点。这跟黑魂比不了，真比不了。用返回骨片返回一下吧。不知道我走到哪儿去了，我自己都。準備は大切ですものね。哎，这明雪我之前有一个了，他只能带一杠一啊，仓库有一个。这游戏如果给 IGN 评分的话，应该评的挺低的吧？评分应该评的挺低的吧？感觉这种游戏评分应该不会高到哪儿去的。
扉開けてみますか。棺を探しましょう。是的，攻击判定感觉瞎弄的。冻结灵风，哦，来到新地图了。就是以量与量取胜的嘛，这游戏拿什么取胜大家都很清楚呀，就这个东西取胜的呀，除了这个东西它没什么东西啊。我应该收回他和弑神者区别比较大这句话，他和弑神者区别还真的不是那么大，还是一个很弱的作品。弱IGN 给评了七分啊，我觉得应该评个六分差不多，七分都高了。所以我不是说了吗，可以自己打 mod 吗，让你的裤裆颤抖不已吧。哎呦，现在打枪打得蛮开心啊。套弄这个黑色的还不错，看上去真的，这套弄这个黑色的看上去还好一点。怎么不能给 NPC 换装呢？ 很令人踌躇。也是有一种让人说不出的味道，你知道吗？但是外国人挺喜欢的，是吧？我操，他盾反我！哇塞，你盾反我你！操，这地方差点就摔下去了，是吧？个 bitch！其实这是个收集类游戏，真正的玩法上它应该算是个收集类游戏，各种收集。操，就突然之间乱舞了。突然之间给我一顿乱舞，这妹子会给我加血，一下加了不少。这居然还是个存档点，好草率啊！是啊，感觉好草率啊！这中间突然有个存档点，
有机香皂。山というのは複雑なのです。这个带刺的球真的是非常的恶毒。かなり下っているようですね。敵です。気をつけて。里面的怪物也有种说不出的味道。这奶量确实足啊，确实是奶量很足。狠狠的就加起来了，奶起来了。看到这要爬下，我有点不淡定了，说明上面的血源应该是一小部分了。我还是先回到上面再看一眼。お待ちください。芬恩又是个啥东西？哎。这妹子怎么漂浮在半空中的？我要是有一套这妹子的服装就好了。强啊，妹子！雪原的图比较小。口は広めですが、道は狭いようですね。ここは戦いにくい。我操，这球真的吗？恶心。注意深く見ているのですね。你不会自己滚下去了吧？我操！加了5762，左下角加了5762，这逼一个蓄力自己滚下去了，我也是醉了。他妈这怪物真的是有点。山登りが好きな連中の気持ちが少しわかる気がするぜ。あの時の景色と同じ。怪猎是右手盾左手剑嘛，黑魂是左手盾右手剑。其实放这游戏不如放怪猎。ここに何があると。这游戏就是12点之后大家看看来来。说到底就是这么一回事儿。お前は灰になったはずじゃ。警戒しろ。罠の可能性もある。ニコラ、本当にあなたなの？私に何を伝えようとしているの？消えた。何なんだ？あれは。これは。決意。これにあの子の記憶が。
怪猎向来素质都很高嘛，就 DLC 能做成怪猎这个素质的还是蛮少的。要进去读故事了。継承者のイメージによって棺はその形を変える。依照继承者的想象改变他的样貌。尼可拉，你希望是どんな場所を選ぶ？什么样的地方？せっかくならかっこいいのがいいな。悪と戦う巨大ロボットとか。お前が心から落ち着ける場所を選べばいい。落ち着ける場所か。うん、決めた。継承者になったら、その力でもう一人の僕を作ってもいいかな。ミアはああ見えて結構寂しがり屋でさ、僕がいないことを知ったらきっと悲しむと思うから。ダメだ、侵害の力は危険だ。行使すればするほど暴走の危険が高まる。あ、这小孩也是个。分身を維持するには相応の代償が必要になる。悪いな。这小孩也是个容器。それに、棺はあらゆる情報を遮断する。たとえ、大部分没得说。工作游戏确实，确实就是这个级别的。全世界第一款真正意义上的格斗游戏《街头霸王》。ここが継承者となるお前の戦場だ。迄今为止街头霸王里面的所有设定，对吧，攻击判定这些永久是这个动作游戏，当然包含了格斗游戏的标杆。而且卡普空本身制作过太多这个品质 优秀的动作游戏了。不像鬼泣这种作品，其实希望卡普空可以把它做的不要太过于复杂。因为黑魂的精髓啊，就在于不那么复杂，干净利落，一招一式都很干净利落。鬼泣里面花头太多了，我的妈！你丫知道真相了，原来小孩是个容器。ニコラが継承者。只狼本来就是魂系列，他本来就算是魂系列的作品吧，因为只狼跟黑魂都是宫崎英高监制的，就游戏的这个操刀手都是宫崎英高，出自于同一个父亲。只狼其实已经是比那个，就是比黑魂的内容要多一点了，比如说招式啊，比如说那个假一只什么乱七八糟的一大堆，还有各种符什么的，已经多了不少了。哎，不过现在最期待的是那个人王二，哇塞，人王试玩版感觉太爽了。在疯狂的受虐中找到自己的突破点。不知道人王二正式版什么时候出，很期待人王二正式版，这个试玩版感觉玩起来太爽了。谢谢鬼畜土拨鼠，谢谢弱冠之根，感谢小爬送的雪瓶儿。我操，这什么东西啊？突然之间这么多货，我想在前面拿个存档点，其实已经拿到了吧。前面有点像冰封都市的感觉，刚才那地下那地方我还没去呢，还有什么一个芬恩，芬恩雪鹰的第一个也没拿到好像什么的。这沟好像是不能掉下去的，掉一下就嗝屁了。
就只狼这素质做个二也可以啊。我看只狼4K显示好多人家都拍在抖音里面，跟他妈终极电影特效一样，就打那条龙不是那个画面特效挺震撼的吗？人坐在抖音里面拍出来 4K 的画面好牛逼啊，再配上一段这个古色古香的那种古典武侠的 BGM， 突然之间就入戏了好吧。话说只狼好像没有说要出 DLC 啊，人王二感觉锤起来还是爽，比一代爽很多，真的比一代感觉锤起来比一代爽很多。兄弟你不是要跳一下摔下去吗？这招数是有点不熟。身上是什么东西？打爆他，又下去了。真有你的，兄弟！玩半天你自己又下去了，真有你的。这种动作游戏还真的只能看宫崎老贼的。自爆仔吧，这是。这只有来没有灵魂，你知道吗？这游戏只有来没有灵魂，他奶奶的，很生气这。只有来的游戏不行啊，两段十流十吗？这个是叫，好弱、啊、这，就这么一个破东西啊。哦，咱俩武器一样了是吧？是一样了吧？这颜色稍微有点差异嘛。哦，这一刀伤害不错的。我自己要掉血的是吧？这招打到别人的时候自己要掉血的，这洒血的招数啊。没掉血，但伤害真的挺高的。因为下面那段路没走啊，你们没发现吗？回来是因为我把那个前面的那个传送点开了之后，这里下面这段路我刚才没走下去啊，有个大楼梯子，这下面有个大楼梯子啊。这游戏有个屁精髓啊！这游戏有精髓的话活玩家都是不服的，他有精髓他就不是七分了，有个屁的精髓，这不要自欺欺人了，就是一个赖，没有东西了，就是卖点就是一个赖。此处不用下去，是个死路，后期才来的。这里还掉帧，你看到了这儿还掉帧，画面一顿掉帧。收集收集，看看来结束了。
这不能，这完全不能算是魂系列的东西。毫无动静，似乎需要机关来开动。为什么呀？凭什么呀？不是说这种门我可以随便进了吗？我感觉要是放怪物猎人的话，就可以把这个给办了。这重刀确实可以啊，再甩一下试试。轻刀起手接重刀试一下。重刀好像伤害确实可以。这斧子不差的。感觉这斧子确实不差。哎呀，睡觉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 。我觉得放了怪猎这个就不用放了。就十二点之后，说的不好听，十二点之后大家看看来就结束了。这能快速完结吗？我不知道他能不能快速完结。我突然感觉女主角怎么屁股这么大，我的妈呀，下盘好稳健啊。材质很重要，这套衣服材质很重要。怎么把这套衣服搞出这种质感？材质相当的重要。主要是没必要，那游戏没啥必要。这个亮度稍微好一点，看看效果怎么样。给人一种牛奶花生糖的感觉，你知道吧？好满野的。睡了睡了睡了，2:10了，该睡了。哎呀，还是先弄弄怪物猎人冰原吧。这个多久能完结？我也不知道这个多久能完结。那些东西如果错过了不收集，是不是也不行呀？先去看看收集的东西。对啊，怪猎打个剧情，大家看看大 boss， 锤一锤，弄一弄，做做装备什么的。
其实怪猎装备搭配比这个帅气多了。有修复的吗？分 N2 分 N4 破碎分 N 血印 A 破碎分 N 血印 D， 这么多，我的妈呀！お役に立てましたか？玩起来很多地方真的有点无趣，真的有点无趣。我要去什么地方存个档吗？还是直接退出就行了？怪物猎人直播效果肯定比这好，至少里面打 boss 就有意思，大家还能吐槽一下是什么之类的，绝对肯定比这个好。这个游戏的这游戏就说到底真的就是玩到现在，我感觉最后就是看个来，这个剧情也没什么出彩的地方，打斗和 boss 也没什么可圈可点的之处，没了没了，真的没了。你说你看个那个，看个无主之地三，再不济大家可以看个剧情啥的，对吧？我操，这其实还可以，这个联机还可以的，这个游戏联机还可以的。饥荒联机版《旧神归来》，眼狗更新现已发布，24块钱，需要买本体的，这个还不错。我这 Daisy 是更新了吗？什么东西啊？放在桌上，我睡觉了。拜拜，朋友们，明天见。感谢各位方官，感谢各位老板和大富豪，感谢所有手机面用户，谢谢很多不打字不说话默默收看直播的朋友，祝大家晚安，祝所有朋友们身体健康，祝大家每天发大财，行大运。 Dead Seal 再下载一下吧，删了好多次了，哦，又下载完了，到时候再瞧瞧，又更新了不少新东西。拜拜拜拜，晚安，溜了溜了，大家早。